ポジションだいぶ変わりますよね。変わると思います。でもスモーラー取っちゃったんですか。ダブル級だ。これも LED で入っちゃった。カバー取ってないから。はいはい。だいぶ下がりましたね。車高でこんな変わるんですね、イメージがね。変わりますね。全然違う。これで走りたいの。本当はね。本当は。車高調だったらいけますよね。ああ。初めてこういう感じで車高調。あ、初めてですか。普段下げない。あ、あのまま。あのままですね。なんかだいぶ違うんですね、この動画ね。10時、オフセットが違うんです。おいくらぐらいだったの。3万。いいっすね、これ。あれはワイトリとかは入ってます。わぁ、いいじゃん。いいっすね。車高調だったら走れそうっすね。初めて下げたけど、車高調にしたくなるし。いいっすね。すげえ、面ちょうどいい。リアが。フロントはちょっとあれだね。そうですね、車高調ってこんな感じだね。フロントもうちょい、ボスと攻めれるかな。フロントカットしてあるんですか。フロントはしないです。フロントはやんないとダメですね、走るとしたらね。そう、壊しますね。かっこいいじゃないですか、これ。かっこいいですね、改めて。車高で全然違う。最初の状態全然違うぞ。全然印象いいよ。やっぱ全然違いますね。おすすめメーカーとかあるんですか。そういう聞きたかった。エアサスじゃないですか、元が。で、構造変更して車検ちゃんと通すってなれば、その証明書が出るメーカー、RSR とか、はいはいはい、そうだ、そうそう、それをしないとダメなんで。でもかっこいいっすね。マフラーいい感じじゃないですか、これ。マフラーは錆びてた。あ、やっぱそうなんですか。なんか、そう、新しいなと思って。錆びだったんで。これ何、シルバーですか、普通の。元はメッキだったんですか。はい。ステンレスか。剥がしちゃって、メッキ剥がしちゃって。自分でやったんですか。そうそう。おー、すごい。なんか、新しく見えますね、やっぱ。なんかね、いい感じに見えます。いい感じっすね。いい感じに見える。メーカーはどちらでしたっけ。なんだっけな、ロストモデルかな。あ、もう高いやつですね、もともと。シートカバーどこのやつですか、これ。ほら、車に余ったやつもらったんで。ほ、セルシュー用ですか。セルシュー用だと思う。メーズ、よく余ってましたね。なんかあれですね、革っぽいデザインですね。うん、なんか意外と馴染んでる。色も合ってるから。本当だ、同じだ。今、距離いくつですか。7万4000ぐらいだ。フロントがダメですね。やんないと。やんないと、ハンドル切った時にやるし。やっぱ車高で言うとはみ出るんですよ。そうそう、はみ出ちゃうんです。エアサスあるあるっすよ。うん。もうモールも取ってないですもんね。取ってない、取ってない。フロントはノーマル。